感動とかしていただきました。芸術家のところ前向いてるだけ、ちゃんと立っていいよ。はい、というわけで私たち半生の太郎次郎一門、光る光と申します。お猿さんの名前が光くん、5歳、まだ子供ですが、今日は3年間修行してきた成果をご覧いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。落ち込んでんの。
冗談です。じゃあ俺最近すごい練習してるんです。本番でやるのは今日が初めてです。じゃあヒカル君の身長2個分本気でいきましょう。最後の最後です。よっ。